昼過ぎには子供たちは学校が終わると村外れにある大きな庭で遊ぶことにしていました。そこは広いきれいな庭でした。柔らかな青い草が一面に生え、かわいい花があちこちに咲いています。おまけに桃の木が12本もあって、春になるとピンクや真珠色の花が咲きました。ここには昔恐ろしい大男が住んでいましたが、大男はもう何年も前に出かけたきり、ずっと留守だったのです。桃の木には小鳥が来て綺麗な声でさえずりました。みんな毎日毎日とても楽しく過ごしていました。ある日、男が帰ってきたのです。ほら、お前たち、ここで何をしている？ものすごい大声です。子供たちはもうびっくり、チリチリに逃げ出しました。この庭は俺の庭だ。みんなにそいつをはっきり分からせてやる。もうこれからは誰にも勝手に遊ばせんぞ。そうとも一歩も入れないようにしてやる。石を詰め長く長くどこまでも、広い庭の端から端へぐるりと高い塀を詰め、ぐるりと長い塀を詰め、子供たちなんか締め出した。庭は全部俺のもの。意地悪の高い塀、欲張りの高い塀、わがままの高い塀、塀の中でただ一人。You're a fool if you think you can live your life without
して大男は庭の周りに高い塀を作ってしまいました。この中へ入った者はひどい目に遭わせるぞ。とても意地悪な大男だったのです。子供たちはもうどこにも遊び場がなくなってしまいました。道は掘りっぽいし、硬い石ころがゴロゴロしています。毎日学校が終わるとみんなして庭の周りをうろうろ、恨めしそうに高い塀を見上げるのでした。やがてまた春がやってきました。そこら中花が咲き、小鳥が鳴いています。ところが大男の庭だけはやっぱり冬のままでした。子供たちがいないので花は咲くのをすっかり忘れてしまうし、小鳥も来て歌う気にもなれませんでした。ただ一度きれいな花がちょっと顔を出しました。でも張り札を見て子供がかわいそうになり、また地面に潜り込んで寝てしまいました。喜んだのは雪と氷です。こいつはありがたい、こうなりゃ一年中俺たちの世界だぞ。白いマントを広げてすっぽりと庭にかぶせてしまいました。氷は氷で木という木を銀色に塗り替えてしまいました。それから二人は仲間の北風を呼ぶことにしました。北風はヒューヒューとうなりを立ててやってきました。暴れ回り、とうとう煙突をどこかへ吹き飛ばしてしまいました。ビア、こいつはいいところだ。ビア、気に入ったぞ。よし、あられのやつも呼んでやろう。誰もやってきました。
毎日3時間ずつ、あられはトントンバラバラと屋根で足を踏み鳴らし、瓦という瓦を割ってしまいました。それでもまだ足りず、今度は全速力でぐる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 と塀の上を駆け回りました。あられは灰色の鎧をつけ、吐く息は氷のようでした。おかしいなあ、もうそろそろ春が来てもいい時分だがなあ。わがままな大男は真っ白な庭を眺めながらつぶやくのでした。早く暖かくならないかな、こう寒くちゃやりきれん。一人ぼっちの大男はだんだん心細くなってきました。でもいつまでたっても庭には春はやってきません。夏も来ません。そして秋、どこの家の庭にも果物が見事に実りました。でもこの庭だけは別でした。こんなわがままな男には何もあげません。秋もそう言って去りました。こうして庭はいつになっても冬のまま、北風とあられと氷と雪が枯れ木の間をビュービューぐるぐる踊り回るばかり、寂しい暗い庭でした。